さて、シビックタイプ R の、いよいよ2回目の試乗になります。で、まあ、塩見君が先に行ってんで、僕はちょっと間を空けて走るようなことになると思うんですけれども、さあ、オートポリスでこのシビックタイプ R を走らせる、これがもう本当にこうちょっとこう楽しみで楽しみで、僕自身もこのオートポリスを走るのはとっても久しぶりなんですけれども、最後に走ったのは GT だったかな、 GT300 クラスのランボルギーニだったような気がしますけれども、はい、でも今日天気も素晴らしくよくって、もうそれがやっぱり何よりもいい感じですよね。このね、ここのセクションがね難しいんですよ、すごく。ここでねやっぱりね低速でタイム稼げる場所だったりするわけなんですね。まあヘアピンもね、ここがねぐーっと回り込んでて、ここからね、まあ、加速していくわけなんですけれども、でこの後に 100R っていうのがあって、これがまたねしびれるコーナーで、こう外で飛び出しちゃうんですよね、頑張りすぎると。はい、そしてここどん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 今ね登っていってます。これ登っていった先にもう一つヘアピンがあるんですけれども、ここです。ここで、でこのヘアピンから 10% の下り勾配、すごいんですよこの下り勾配が。この下り勾配もうね気持ちよくって、 F3000 だとこの 50m 看板より奥まで入って、それでブレーキングして、それでこう入ってもうすぐアクセル全開って感じだったんですけれどもね、これ91年発車 SWC カーでもここは本当ね痺れました、めちゃめちゃ痺れたです。やっぱりさ R モードで走りたいよね、ここはね、インディビジュアルになってから R モードにします。そしてこの奥まで行って、ここが難しいんです。この立ち上がりで頑張りすぎちゃうともう全然あとが、このもうこれ全部複合になってきているんで、これ全部関連してるんですよ、だからすごい難しい。さあ行きましょう、もうすぐ最終コーナー。いやーこれねまだタイヤ温まりきってないよ。さあこれ、さあ GO です。もう今4速193キロ、195、200、やっぱ跳ねるね、220出ちゃうねこれね。これでも曲がるか、曲がった、ブレーキ踏んでると曲がんないねこの車ね、いつまでもブレーキ踏んじゃダメなんだねこれ。さあ4でそのまま引っ張って、あ後ろがうまくついてくる、おお後ろがうまくついてくる、さあこの 100R ですよ、ここから難しいの、これがこれ、ね、いけちゃいそうでねいけないんですよ、ここからもう全開、もうちょっとね早く踏めたな今のところね。さあここのヘアピンついに来ました。いやー気持ちいい。さあ4でガーンと踏んでいって、あーちょっとはこれは飛び込みすぎ、この100Rみたいなとこ、これ、ね、ブレーキ踏んだらねやっぱ安定になるんだよね、だからブレーキを踏まない、できるだけちゃんと入り口で減速して、これこういうこと、あー取る
ルガール、ドルガール、ここで。さあ、全開。ああ、もう安泰出ちゃった。これね、行き過ぎ。踏みすぎ。でも、ここは踏まなきゃいけない。さあ、最終コーナー。いや、いい感じ、いい感じ。これどうしても行き過ぎてんな、俺。さあ、頑張れ、頑張れ。あるです。ここさっきねちょっとね余っちゃったからね、もうちょっとここで全開だな。そうだ、そういう感じ、そういう感じ。さあ次はヘビー、いくよ。無敵頑張れ。もう体シートはねもうブカブカで体が動きまくって大変。さあここも、ここ大事ですよ。ここね、頑張って行き過ぎないよ。全開。さあ、どうだどうだ。やっちゃいましたね。いや今ね4から5にシフトアップするところで3に入っちゃったんですよ。それでシフトミス、オーバーレブしちゃいました、音で分かったでしょう皆さん。あの昔ね F2 乗ってる時代だったらスミスのタコメーターって言ってスパイバリがついてて、タコメーターの後ろから指入れだったらねこうごまかすことできたんですけど、今ロゴがついてます。そんなことは絶対できません、もちろんこの後自己申告で本田さんメカニックにお話をしまして、調べてもらいました。本田のメカニックさんはうちのエンジンはこれぐらいでは絶対に壊れませんという力強いお言葉をいただいて、全く今の終われば問題ありませんでしたよというふうに力強いお言葉、ありがとうございました。すいませんちょっとミスしちゃいまして、それでまあタイプあるんですけどね、オートプリス走って分かったこと、これはね、まずね R モードね、一番そのサーキットに適したモードで走って、サスペンションちょっと硬かったね。これまあ見てて動画見てて分かると思うんですけれども跳ねてます結構車、まあ、この足でニュルブルグリンク持っていったら結構これは大変だぞって、まあこれはね改善の余地はあるなというふうに感じました。それとですねもう一つはあのブレーキなんですね、あの何回か僕ブレーキ踏みながらだと曲がんないって言ってましたよね。僕としてはブレーキをうまく使いながらフロントガージを残せてグッとターンインさせてね車を曲げていきたい、そういう気持ちがあるんですけども、パッてブレーキペダルにピッとこう足を乗っけて、でちょっと踏んだだけでもうものすごく来ちゃってるんですよね。で、要するにタイヤの縦方向をすごい使いすぎちゃってて、アンダーステアになっちゃう。だからもうちょっと自分のスタイルはやめて違う方法でドライブしていました。でこれねいわゆる本田さんのアジャイルハンドリングね、これブレーキベクタリング、コーナリング中に各輪を適度にそのアンダーオーバーも出さないようにちょうどいい状態にするためにブレーキをつまんでるんですね自動的に。でこれによってあのブレーキがかなり加熱してるんじゃないかな、そういう印象を受けました。しかもこのオートポリス結構ハードブレーキがあるんですよ。
で、それとそのずっと連続したコーナーがあって、あるいはぐーっと回り込んでるコーナーもあるし、そういう意味で言うとアジャイルハンドリングが非常にこう生きる、コースでもあったりするんですね、コースレイアウト自体が。だけどこれだとちょっと過熱しすぎちゃってんのかなっていう感じがしました。まあそういう意味で言うと、もうちょっとこう冷却効果も含めたブレーキのそのパッドとか、ディスクの材質の問題、そういうところはやっぱりもう少し詰めていかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。それと最後にやっぱり僕の体にはこのシートですね、大きすぎた。もう本当にそこら中で体動き回っちゃってコントロール大変だったです。そういう意味で言うとブレーキもすごい大変だったですね。まあ、シートが変わればね、1秒ぐらいで絶対速くなります。タイム的にはね、計測では2分11秒0だったんですよ。ちょっとこの辺が、何とも言えないところなんですけれども、まあでも、久しぶりにオートフェイスさせてとっても楽しかったです。本田さんありがとうございました。